男子の組手の決勝です。男子の今年の決勝は27歳、京都代表の清水良介、そして4年連続の決勝、実業団のチャンピオン松久幸の対戦になりました。今日は非常にいい形でこの清水は勝ち上がってきました。清水も2度ですかね、はい、延長を制してますね、はい、三部さん、はい、どうぞ。清水はですね、この決勝戦相手に合わせないことが大事ですと、はい、得意の前剣で勝負すること、はい、そして相手は技が多彩なのでその技を出させないようにすることを意識するという話ですね、はい、さあそして一方の松久の方ですが、松久はですね、はい、ここからがスタートなんでと厳しい表情でした、うん、これまで3回はですね、絶対負けてはいけないという気持ちで焦ってばかりで普段やらない技を出してしまったと、はい、今日はここまで普段通りやれていますと、相手は前剣がうまいのでそれを潰せるかどうかですという話です、うん、さあ始まりました。3分間の試合、赤が清水、青が松久。松久は蹴り技を得意としています。この蹴り飛び込んでいった松久、まず最初のポイントは松久の突き。今は蹴りが効いてるんですよ、うん、まず開始10秒で松久に有効のポイント、1ポイント先制です。この蹴り、これで間合いを取って中に入っていきます。この突きだ、いいですね、また松久にポイント。松久はここからがスタートと決勝前に話しました、2ポイントリードしましょうと清水。ああ、松久の上段です。清水も中段の突きに入っていますが、松久の上段を取りました。ちょっと清水の顔面にわずかに当たりました。過度な接触は忠告が与えられますが、松下の今の蹴りが相手の出を止めてるんですね、はい、3対0松下リード。開始から間もなく30秒、今度は突きで飛び込んでいきます松下。この蹴り、この蹴りです。なかなかその得意の刻み突きが出せません清水。あれだけ蹴りを出されると清水としてはどうなるんですか。そうですね、前にちょっと進めないですね、うん、でまた威力がある蹴りですから、はい、蹴りの後すぐに突きが入ってきます。おっと清水が攻めたが、それを見ていた松下のポイントです。あ、副審一人は赤を挙げていますが、赤もありましたからね、はい、主審と副審一人が青、松下にまたポイントが入って4対0です。また松下だ、上段の突き、開始54秒、清水がここで何とかしないと、はい、また松下のポイントです。わずかに早いですね、はい、やっぱり松下は今年はここ数年の怪我が全て今年に集まったという話をしていた松下、怪我に泣かされた1年でしたが、6対0、あと2ポイントで松下悲願の初タイトル。攻める松下、上段の突き、これも松下だ、2ポイント、あー2ポイントポイントした技ですか今の。技ありを見ています、はい、副審2人技あり、さあ2ポイント入って8対0、松下幸悲願の全日本タイトルを獲得しました。本気ないですね。4回目の決勝でようやく頂点に立ちました松下。今のですね、技ありの、はい、この見極めも素晴らしい審判ですよ、はい、清水良介、4年ぶりの決勝でしたが松下に全く手が出ませんでした。8対0、清水が立ち直る時間がなかったですね、はい、今年は怪我に泣かされた1年、今も左の足首の靭帯を痛めているという松下でしたが、しかし今年は気楽に臨めますという話もしていました。ようやくこの4回目の決勝で初めてのタイトル、いかがですか。まあ正直ホッとして、まだなんか今までの負けが今頭の中ですごい巡ってて、で今まで3年泣いてきた部分がやっぱそうですね、涙も枯れてしまって今流れない状態なんですけど、とりあえずまあホッとしました。今度は追われる立場になりますね。そうですね、
まあ、そこで勝ってがそこで勝ったら本当のチャンピオンだと思ってるんで、あのまぐれと言われないようなあの練習をして取り組んでいきたいなと思ってます。はい、蓮見さん、はい、今年の大会を振り返ってですね、どんな印象を持たれましたか？そうですね、あの相対的にですね、はい、ここ 2,3 年の中で一番充実すると私は思いました。どのあたりですか？あの予想通りと言いますか、はい、女子の組手はですね、はい、予想通り4強が残ってですね、はい、そして佐藤が初優勝しましたけど、はい、内容はみんな互角です、うん、それから、あとはですね片田の連続以外はですね、はい、ベテランあるいはベテランの復帰、はい、それから高校生の荒川の活躍ですね、はい、いろいろありますけど、負けたものもですね不調で負けたものもおりません、はい、いろんな力を出し切って、ですから普段ナショナルチームの強化合宿、はい、あるいはあの国体での成績、活躍そのまま持ってきています、はい、まあ、来年全日本の大会の頃には世界選手権が終わっているわけですからね、はい、そうですね、日本勢の非常にいい結果を期待したいと思います、はい、解説は蓮見啓一さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。